ジェイハイと同じドンファンの水蒸気空母のバージャです。欲しいことに磨きをかけた砲塔も抜くことなく水の泡となり、私としたことが暗いお話はここまで。指揮官様、ファージャと楽しいことをしようって約束は覚えていて。指揮官様、お初にお目にかかります、ドンファン所属のファージャです。二人っきりですし、単刀直入にお伺いしますが、こちらにはそのワクワクするような楽しい行事があったりします？指揮官様、もうお仕事ですか？ちょっとだけサボったりしてみません？そういえばユニオンのパーティーに手を挙げて参加したいと言った時、みんなからすごく不思議がられたのですけど、変なことでもありましたのでしょうか？指揮官様は普段自分へのねぎらいに何をするのでしょうか？豪勢な料理でもったいらげたりですか？それとも夜遅くまで遊びほうけてみたり？私は、いえ、参考にしたく。見知らぬ方に声を聞き入れてもらうには礼儀よく振る舞うことが大事です。礼儀よく接しても話を聞き入れてくださらないという方が相手でしたら、より直接的なやり方をするまでです。麻婆豆腐？豆腐の調理法は何百何千もありますから、別に辛いのにこだわらなくても大丈夫ですよ。それに辛いのは私苦手なので。大丈夫ですよ、今は楽にしていても誰にもバレませんから。つまりこれからは正当防衛をしても大丈夫ということですね。任務の中でも楽しいことはあると聞いたことがありますよ。指揮官様さえよければ今度私もご一緒しても？任務完了です。つまりしばらく休んでも大丈夫ということですね。新しいお手紙ですね。そういえば指揮官様は普段いろいろな行事に招待されたりしていますね。よければ私もご一緒しても？お？指揮官様は先ほどまでどちらに？もしかして私に内緒で何か楽しいことを？冗談ですよ。何を言われようと日々を生きていくんですよね。適当にしましょうか。断りもなく輪に入ろうとしたら、たとえ礼儀よく挨拶しても距離を取られちゃいますね。幸運な方にここにちょうど紹介してくださる方が。指揮官様、一肌脱いでいただけないでしょうか？この間仲間たちとお化け屋敷デビューしてまいりました。
でもお化けより仲間たちが慌てる様子の方がどうも楽しくて。指揮官様はお化けが怖かったりしますか？仲間たちと過ごす中で気づきましたが、これほどの人数から抜きんでるのは難しいですね。なら抜けがけした方が。あら、今のは独り言だから気にしないでくださいませ。それより指揮官様、最近仲間たちの声についてご興味でもおありで？知り合ってだいぶ時間が経ちましたから、フォージョが別にいい子ではないことくらいもうお気づきかと思いますよ。まあどなたのせいかといえば、もちろん指揮官様のせいですよ。こんなに悪いことをファージャに教えてくださったのは誰でもなく指揮官様自身ではありませんか？責任ちゃんと取ってくださいね。委託組の仲間たちが戻ってきましたね。ねぎらいに参りましょうか。指揮官様のお気遣い、慎んでお返しする所存です。思う存分叩きのめすということですよね。ファージャの甲の字は一位という意味ですよ。この屈辱はいつか必ず倍にしてお返しします。話を聞かないなら実力行使です。ちょっと油断しました。指揮官様、今日のお仕事はそう多くないですよ。上がったら何をして楽しむか、あらかじめ計画を立てておきましょう。トン。何でもありませんよ。扇で指揮官様の頭をピコッとしたくなっただけです。理由もありませんし恨みもありません。それだけですよ。お仕事がもうないならお出かけして仲間たちと一緒に楽しいことでもと思っています。あら、指揮官様ったら私が思っていた以上に勇気がありますね。もしかして指揮官様が出かけていたのは、もしかして他の子とイチャイチャして。からかってみただけですよ。指揮官様がどう反応するかちょっと見たくて。思いっきり戦えるのも指揮官様のおかげですね。最大の功労者は指揮官様、あなたですよ。
指揮官様にとっての一番を取りたいなどと高望みしません。ただこれはちゃんと交わされた約束ですから、もし途中で私を放り出すようなことがあったら、私とっても怒っちゃいます。何をしでかすかわからないぐらいプンプンしちゃいますからね。じゃあこれからもよろしくお願いいたしますね、指揮官様。